はい、11月5日土曜日ウィークエンドライブの時間が参りました皆さんよろしくお願いいたしますえー本、本日の本日のと言いますか本日から出演者は私以外はジャーナリストの山口則之さんだけとなりますつまり2人差しで2時間、えー、たっぷり話をしていこうかというふうに思っておりますまず最初に文化人放送局より チャンネル登録者が50万人到達したことに対する御礼とお願いを申し上げたいと思います視聴者の皆さんのおかげでメインアカウント文化人放送局もチャンネル登録者50万人に到達いたしましたメインアカウント文化人放送局とサブチャンネル文化人2文化人3を合わせると合計で66万人を超えるチャンネル登録者になりました 改めてて視聴者の皆様に大変感謝しております引き続き続文化人の応援をよろしくお願いいた、しますますたぜひ動画概要欄の専用ページから皆様のクリック募金で制作費の応援もお願いしたいと思います。また、加藤個人から申し上げさせていただけますと、50万で我々はこれでもういいんだなどとは全く思っておりません。 当面の目標としてあと数年以内に私は何とか100万人まで持っていきたいというふうに考えておりますなぜ100万人かというは単に区切りのいい数字ではなくて100万人の会員の皆様がいれば社会に対する私は影響力が格段に増すというふうな確信がありますそうすると我々は真実の報道というものを目指しているわけなんですが もう地上波のくだらない、えー、テレビ局のチャンネルなどと、影響力からすれば、型を並べるぐらいのものを持ちいることができる。それは私は百万人と思っておりますので、何卒今後ともよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。はい、えー、それで山口さんが入ってきましたが、はい。えー、まずですね、えっ、ー、と、これも。 ちょっと意外だったのは、習近平国家主席がロシアの核使用について、核の使用威嚇に反対ということを発言されたということがありました。えー、中国の習近平国家主席は首相就任後、初めて中国を訪問したドイツのシュルツ首相と北京で会談。 この席で習主席はドイツと経済面での連携強化を確認した対立するアメリカを建設する狙いがあると見られるまたウクライナ情勢についても意見交換が行われ習主席は核兵器の使用や威嚇に反対すべきと述べたというまずね山口さんに聞きたいのはその習近平のロシアが核を を使用するあるいは威嚇に使うということの反対であるということをはっきり言ったということの狙いいというかそれはあれですかね中国は自分たちの手も縛る可能性ということは考えた上でこういうことを言っているというふうに思いますかどうですかあの習近平 国家主席のみならず中国のすべてのリーダーは自分が核大国であるという、まあ、自覚と自負を持っているわけですよね。はい、ですから、えーその、こういうことを言えば手足を縛るわけですよね、加藤先生のる通りですよね。えーうん、ただ、このタイミングでこれを言ったのはまず実は先週、プーチン大統領とプーチン政権の一部の、うん、まあ閣僚っていうのかな、ショイグとかね、ああいう人たちが。 えー、核を使うという選択肢はないという趣旨の発信をしてるんですよね。で、まずそれを受けて、はいえー、それを大昔したと思うと、うん、おなんていうかなあの、ロシアもやるって言ってないじゃんという、言外の発言がこもってるのかどうかっていうのは、うん、私もこれ、細かくちょっと落いてる時間がなかったのでね、それからその、ショルツというドイツの。お 首相っていうのは中国から見ると、メルケルのように、はい、もうベタベタ中国とベタベタしているリーダーではないわけですよね。うん、比較的あの、中国との距離感がその、メルケルほど中国に近くないと言われている人の前では、はいうん、ドイツはその核の威嚇自体にも強く反対すると表現をしているから、まあ、お付き合いをしたっていう部分もあるでしょうね。なななるほどどねももうう一つししてもお尋ねしなきゃいけないけ、ね、今もうすでに その内容に入ってますけども、私はそのショルツさん、ドイツの首相は、首相に就任して初めて中国に行ったわけですが、やっぱり気になるのは、習近平との会談で、我々はデカプリングを支持しないと、つまり、米中対立に対しては距離を持つという趣旨の発言。 というふうに私は理解しているわけなんですが仮にそうだとしたら、えー、シュルツさんは中国の思惑にまんまとこれは乗せられているのではないかというふうに私は心配してしまうんですがメルケルさんとは違うと言いながらね、まあ、ドイツはもともともう長年中国との関係はすごく親密ですからあやっぱりこの人もそ,そのあれ例に漏れないのかなというふうに。 私は思ったんですけど山口さんどういう意味見ますかこれはそうですねそのドイツ政治の専門の方から何人かはお話を聞いて私なりの理解としては、はい、メルカレ、うん、メルケルは経済真中なんですよね、うん、なるほどなるほど、うんうん、ところがこのショルツっていう人はこの人は社会主義者ですからああはあああもともとねそうするといわゆるイデオロギー真中である可能性はあるんですよねなるほど 中国とアメリカの対立って言ったときにぼ、僕らその自由主義陣営ってすっきり考えたときには、これ、うん、はまあ、なんていうか、G7 とか、そういう塊に日本は属しているというのは、疑う余地がないじゃないですか、本来はい。はい、まあドイツは G7 入ってないし、はいまあ、G7 入ってるけど、国連安保理入ってなくて、はい、日本と同じ敗戦国という中で、はい、ドイツの中には、環境主義と社会主義っていうのは、はいうん 他のヨーロッパ先進国よよりも強いんですよねなるほど。だから、心情的な親中派、あるいは社会主義容認派、うん、という塊を代表するのが勝率だとすると、デ、ね、カップリングに対してそういう発言をするというのは、意外と自然なことなのかなって思いながら、私は見てたんですけどね、まあうん。そうするとね、えーえーと、今度は日中首脳会談というのは、少なくとも日本政府はそれを模索しているわけなんですが。 岸田さんがそうすると、まあ、シュルスさんと同じことを言うかどうかは、もちろん言ってみなきゃ分からないけども、少なくとも林外務大臣の発言を聞いてると、必要があればあ協力するっていう言い方をすでに林さんは言ってるわけだけど、総理がその延長線上で首脳会談でも言うとすれば、これはあれですよ、今まで、まあ、トランプ前大統領がそうだったけど、中国で大変厳しく対峙してきた、その路線、G7 の結束っていうのが、 どんどん,こうなんていうか破られているというか崩れてくるというようなイメージが私にはあるんですけど、このあたりはどうなんでしょうか。まずその、二国間関係と国際政治って分けて考えなきゃいけなくて、はい、8月4日のペロシ台湾訪問の時に、中国は日本の e ッ z に5発弾道ミサイルを撃った。 直接会談したときに首相が習近平に文句を言わなきゃなです舐められちゃうから、うんうん、ううことはやったんだから、はい、それにふざけんなと言えないんだったら首相をやる資格がない、うん、これはまず二つ、国間関係だから、それは僕はできないんじゃないかと、国家安全保障会議すら開けない岸田総理大臣提言必要な二国間で言うべきこと。 うん、耳障りが悪いからこそ首相が代表して絶対に言わなきゃいけないことを習近平に言えないんじゃないかという懸念が一つ、うんはい、それから今、加藤さんおっしゃったように国際政治の舞台において日本は日米同盟、自由主義あの資本主義と法の支配、そういう自由主義の、うんまあ、ある社世界のリーダーであろうとする、これが日本の国際政治の立ち位置ですよね。はい、その中で 今の岸田政権、あるいは林外務大臣の発言を見ていると、本当、うん、に日米同盟があって、日中の二国間関係がある、その順番が逆転していくリスクを強く感じていて、そうですよねこれ民主党政権になった時の鳩山幸夫という首相が、うん、日米中は生産関係だと言って、みんなひっくり返って、じゃあ、日米同盟、どこ行っちゃうんだよと。 で私は岸田政権には極めて類似の、ね、美中、心中、哲学のなさ、戦略のなさ、安倍さんがその習近平の国賓招致をしようとして、保守派は厳しく批判を当時しましたけれども、はい、あの時はもう盤石の日米関係、そうでしたねで安倍・トランプがあって、うん、クアッドがあって、うん、イギリス。 それからオーストラリア、インドとがっちり組んで、そこから先、日中有好なんですよそういう戦略が全くない岸田外交には、も,もはや何も期待できないどころか、うん、まあ外野、日本の国益を毀損する形しか見えてこないですよね。これ、たびたび言ってるから、まあ、お聞きの視聴者の皆さん、またかとおっしゃるかもしれないけど。 そういう日米強化な日米関係がほんの数年前ですよ、10年前、20年前じゃないんですよ、ほんのちょっと前にそうだったのが、安倍さんがもう暗殺という形で強行にあってお亡くなりになったということは大変、もちろん驚きましたけども、これをきっかけにです、ね、この国際関係、日本とのまあ二国間関係も超えて、 立ち位置がだんだんおかしくなり、二国間関係がどんどん崩れていってると、特に日中、私はそうだと思ってるんですけども、それが岸田さん、林さんとなると、これはもうほとんど結論が見えてるかなと、残念ながら、安倍さんが築き上げたものが音を立てて崩れて、崩れ落ちてるような。 気がが私はすするんんででけど山口さんいかがでしもうね、その加藤さんの表情がね、もうすべてを物語ってるんだけど、私も全く同じ懸念、あれはもう諦めに近いものがあって、うん、で例えばね、もう安倍さんとの国際感覚、それは日米、うん、それから G7、それからクワッド、セキュリティーダイヤモンド、うん、それから日中関係、日韓関係、うん、それはもう皆さんね、よくご存知だと思うんだけど、例えば、 その後をついた菅さん、菅政権ってあったじゃないですか。はいはい、これね、皆さんあんまり知らないと思うのは、実は菅さんはバイデン大統領とものすごい関係が良かったんですよ。なる,なるほど、なるほど。結構ね、驚くほど。はいはい、だから、発足してしばらく、バイデン大統領があの祝賀コメントを出さなかったんですね。今でも、バイデン政権側とさまざまなその釣り合わせをするときに、 バイデン大統領は、菅、義し、しは元気かと、うんえー、その問い合わせをつけてくるんですよ。なるほどね。築、うん、き上げた強固な日米関係、オバマ政権、トランプ政権、ついてきた、それをそのまま菅さんがついた、それからプラス、えー、人間のようなケミストリーというかな、相性として、バイデンと菅はすごい良かったんですよ。なるほどね、うん、たそういうい意味では、うん 岸田さんも何とか無味無臭プラス美中だから、としてはねもう話をする意味がもうあんまりないんですよね。正直言って、まともに相手にされてないですよね。あのバイデンにすらですよ。そういうことですよ。 ね、バイデンが相手にしてないということは、バイデンの外交を司っているのはブリンケン国務長官だったり、はいはい、あるいはオースティン国防長官だったりするわけですけど、うんうん、この人たちがもう、その岸信夫だけはいいよと言って、うんあの、国防大臣同士の会合はやったけど、ブリンケンはだと、林とも 2, 2プラス2もやってないんですよね。そうなんですよ、はいあの G、外相会議に合わせて 林さんとブリンケンとの二国間の会談もありましたけど、私は正直申し上げて、そのブリンケンは林、林さんは英語はうまいから、英語喋るってそこはいいですよ、でもね、英語喋れるかどうかっていうのは、大してそういう意味では重要じゃないんですよ、通訳すればいいだけなんでして、ブリンケン、は僕ね、林のことをおそらく信用してないな というふうふに、まあ、私はどうしてもそう見てしまうんだけど、ブリンケンは、ね、林のこと全然信用してないんですよ、あの目つきは。私はそ,ううそうさごめんなさい、一回やってますよね、ただ、あれはその首脳会談に向けたアジェンダセッティングというもので、はい,はい、いわゆる外相同士で、何かこうしっかりとしたあの外交安全保障問題を話し合うという内容で、実はなかったんですね通ね。 必要だともっと必ず早く会ってますから、うんうん、本当にその通りだと思います。はい